はい、どうもこんにちは、川野です。今日の動画なんですが、僕が使っているデスクとそのデスク周りを紹介していく動画となっております。まあ、どういうデスクかっていうとね、僕がアンバサダーに就任しているアークデスクミニというデスクなんですが、このデスクをね、紹介していきたいなと思っております。まあ正直ね、僕ね、デスクとか何買っても一緒って思ってたんですけど、すいません、デスクじゃなくてやっぱり机って言いますわ。なんか大学生でやたらエビデンスとかスキームとかなんか横文字急に使い始めるやつみたいになっとる気したんで、ちょっと机って言い直します。まあこの机についてね、今日ね紹介していこうと思います。なんかちょっとね、下手なセールスマンみたいになるの嫌なんですけど、まあもうほんと正直な率直な感想をね、この机の感想を言っていきたいなと思います。まあまずね、この机は他の机と違ってちゃんと特徴がありまして、なんか一線を画しているなって感じはしますね。基本的にもうみんな老若男女にお勧めできる机なんですが、特に誰に向いてるかっていうのをあえて言うのであれば、まあ昔からゲーセンとかで格ゲーとかをやってた人たちに特に向いてるんちゃうかなって思いますね。じゃあ早速ね、このアークデスクミニの机の特徴をね、紹介していきたいと思うんですが、まあまずは一旦ね、その机の外観を見てください。まだ僕の顔しか映ってないんで、今から机を映していきます。はい、こんな感じですと。ちょっとね、引っ越し直後で少し汚いのですが、机はこんな感じにね、なっております。ちょっとね、360度ぐるっと見ていきましょう。まあ、こんな感じで、少しスペースがないんで360度ちょっと映しづらいんですが、あ、これ黒沢ですね、僕が好きな漫画です。こんな感じで後ろはこんな感じに、ね、なっておりますと。こういった形のでね、こんな感じでね、真ん中がちょっとへこんでるんですよね。この真ん中キーボードとか載せるとこ、このへこみについてちょっと紹介していこうと思うのですが、先にね、ちょっと余談をさせていただくと、この机すっごい硬くって、僕ダークソウルとかそういう難しいゲームやってると大パン、机を思わず叩いてしまう癖があるんですよね。ただこの机硬すぎて大パンマジで痛くって、大パンの癖なくなりましたね。もちろん硬いっていうことは耐久性がすごい抜群ということなので、耐久性の面でもかなりおすすめできるんですが、その大パンしてしまう癖を直したいという人はこの机かなりおすすめしたいですね。大パンの癖かなり治ると思います。すいません、まあ余談でした。でこのへこみ、真ん中のへこみについて詳しく説明していきたいと思うんですが、実はこのへこみ2段ありまして、上の段はスライド式なんですよね。ちょっと実際にスライドしていきます。こういう感じで押すと下の段が出てきますよと。この2段っていうのが実に素晴らしい機能なんですよね。いろんな使い方があると思うんですけど、使用例を挙げるとするならば、まあ、まずこういう風にね、上の段にキーボードとかね、マウスとかをね置いとくと思うんですよね。で普通にパソコン使うときはこのままね使うんですよ、上の段を。ここまではまあ従来のね机と一緒だと思うんですが、なんか急に格ゲーしたくなってきたなとか思った時、上の段をこうやってスライドさせることによって新たなスペースが生まれ、ここにコントローラーを置いてすぐに下の段を使えるようになるんですよ。実際にね置いてみましょう。まあ僕のスポンサーさんであるこのヒットボックスを置いたりして、そのまますぐにゲームに移ることができると。これキーボードとかを速攻直すことができるんですよね、上の段を。まあなんでゲーセンの俗に言う筐体みたいな感じで机に手を置きながらゲームすることができるんですよね。この上の段をすぐに収納できるっていう機能が思いのほか使い勝手が良くって、すごい便利だなって感じますね。他にも、うわバーリ腹減った、飯食いたいな、でもパソコン周りで飯食うの正直ちょっと怖いなと、キーボードとかに飲み物こぼしちゃったらやばいしねみたいな、そういう時もこういう風にね、上の段キーボードとかを収納して、下の段にここにね食べ物とか、まあ今ちょうどあるやつで言うとこのチョコとかね、
このケチャップとかももう怖いもんなしなんですよ。普通だったらやっぱケチャップとか置くの怖いと思うんですよね、キーボードの周り。ですがこの机の場合ケチャップも置けると。他にもね、いろんな使い方あると思うんでマジでおすすめしたいですね。でこの下の段なんですが、よく見ると穴開いてるじゃないですか。なんかね、これね、この穴どうやって使うのかっていうと、なんかマリオカートとかで使うハンドルみたいな、ああいうハンドルを取り付けるために開いてる穴っぽくて、なんかデバイスを取り付けれるっぽいんですよね。正直俺マリカしないんであんまよくわかんないんですけど、もしデバイスを取り付けることができるならば、やっぱ結構デバイスってスペース取りがちになっちゃうと思うんですよ。それこそハンドルとかね。ただなんとこの下の段も収納することができまして、こちらスライドではなく、実際にちょっと収納してみようと思うんですが、こちらスライドではなく、この横のこれをちょっとカチャってして、こちらもちょっとカチャッとしたら、こういう風に速攻磁石で向こうに収納できるんですよ。でハンドルとかつけてる場合はもう穴でしっかり固定されてるんで大丈夫という、そのデバイスも落ちることがないよという、こんな感じでね、磁石で反対側に行くんですよ。やっぱこの下の段にハンドルとかつけてるならば、上の段持ってこれないじゃんって、もうハンドルが邪魔で上の段持ってこれないじゃんと思うんですが、こういう風に向こうに収納できるんで、しっかり上の段もまた使えるようになりますよという感じですね。これも便利だと思います。じゃあ実際にね、ちょっとこの下の段にヒットボックスを置いてゲームをしてみようと思います。実演です。はい、まあこのジャンプキングというゲーム、まあ俗に言う死にゲーってやつ、まあかなり難しいゲームなんですが、こういう風に膝置きではなく机に置けるんで、すごく安定感が生まれまして、なかなかこれもね、ジャンプキング難しいゲームなんですよ。簡単なゲームになっております。やはりこれも固定できているっていうのがかなり大きいんではないのかと。プラスこのヒットボックスですね、こういう風に全然難しくないんですよね。かなり簡単に感じますね、その膝置きとかでやってる時より。素晴らしい。これはかなりやっぱこのゲーセンのように筐体のようにやれるっていうのはかなりメリットですね。すごく簡単ですわ、このゲームすらも。いいっすねこれ。やはりジャンプキングとかはクリアできないみたいな、ダークソウル難しいとか、そういう風に思っている人たちも、このゲームをすることが、このゲームではない、この机を使うことによってかなり簡単にやれるんじゃないでしょうか。実際今皆さん僕のこのプレイを見れば分かる通り、わ、確かにこんな簡単にできるのかとびっくりしてると思います。すごいですよね、やっぱこの固定できるっていうのはやっぱ思いのほかかなり便利ですね。全く落ちないもんね、このジャンプキング。かなり落ちるゲームと言われてるんですが、このように簡単にジャンプをすることができますね。一旦じゃあゲーム実演はここら辺で終わりましょうか。こういう風にね、すごくうまくゲームもね、台に固定することによって、コントローラーを固定することによって、かなり簡単にプレイすることができるようになりますと。はい、というわけでアークデスクミニの紹介動画でした。ほんとね、冒頭でも言った通り、やっぱ今って机の大きさとかの兼ね合いでコントローラーは膝置きが主流になってると思うんですが、やっぱね、この机はこの収納できる段のおかげで、ちゃんとコントローラーを台に置きながらやることができるんで、やっぱ昔からね、ゲーセンとかで格ゲーやってた人たちにとっては、すごくね、おすすめしたい机ですね。なんか別に膝置きでゲームやってる人たちとかも、普通にこのキーボードとかマウスとかを一瞬で収納できるっていうのはマジ使い勝手いいし、これを機にコントローラーをね、机に置きながらやってプレイしてみてもいいし、まあさっきも言ったけどね、食べ物とか飲み物とかを、キーボードとか収納して置くとかでもいいし、まあいろんなね、使い方あるんで、まあ、詳細欄に、まあサイト、購入サイトとか置いておくんで、まあよかったら見てみてください。そしたらね、今日の動画はここら辺で終わりたいと思います。バイバーイ。